おはようございます。白斎です。本日のお話は、強くなっても弱さはなくならないというお話です。自分の弱さに気づいたりとか、自分のこと弱いなって思うと、強くなれたらいいなっていうふうにね、思ったりすると思うんですけど、強さっていうのは別に弱さがないことではなくて、弱い自分というものが見えても、それを受け入れることができて、で、その、しんどい部分があると思うんですよね。あ、こういうところダメだなっていうのに気づくっていうのは。でもそこに耐えられるというか、受け入れてちょっと傷ついても、それを大丈夫って思えるタフさとかね。そういうことであって、弱さがなくなるということではないわけですね。なので強くなりたいと思うのであれば、強くあろうと。なんかその何かあっても何も感じないみたいなね。そういうものを求めるのではなくて、自分の中の弱さを受け入れるということ。で、弱さを完全になくすことはできないということを理解すること。で、それも受け入れることですね。なので、その強くなっても弱さはなくならないんだっていうことが分かっていれば、なんかこう、強くあろうとすると弱い部分を見せないようにしようというふうに思ったりするわけですけど、それはね、状況的に確かに弱さを見せられない状況っていうのもあると思うんですけど、それは除けば、弱さはなくならないっていうことを知っていればですね、特に隠す必要というものもなくなるわけですよ。それは結構自分の中で楽なことだと思うんですよね。楽になることだと思うんですよね。何十年も中小企業の経営者をやっていて、事業も安定してて、傍から見てると、この人はもし何かちょっとこう傾いても、大丈夫だろうなと。また元のところまでは戻ってくるだろうなっていうような人とか、そういう人でさえも、やっぱり時にはですね、不安で眠れない夜があったりとか、そういうことがあるわけですよ。だから何も感じないっていうのは、決して強さではないし、そんな人はいないんですよね。なので、いろいろ頑張ってですね、こうやっていって、強くなったなと、自分で実感することがあっても、ふとした時に、これ以上ないだろうと、自分が今認識している以上の弱さとか、なんてないだろうと思っても、ふとした時に自分が知らなかった、自分の弱さっていうものに気づいてしまうということもあると思うんですよね。だけど、それはそういうところもあったかというふうに、淡々とも受け入れればそれでいいわけですね。で、ついでに言うと、傷つかないっていうのも別に強さではなくて、強くたって傷つくんですよ。どんなにタフな人でも、人格攻撃みたいなね、ことを言われれば、当然傷つくし、嫌だなって思うし。だけど、傷つくっていうこと自体は別に弱さではないんですよ。強くたって傷つく。だからすごい成功している人に対して何かボロクソに言ったからその人は何も感じないというものでもなくて、その人だって傷つくわけで。自分もそうだし、相手もそうだし。なので、いつもこういう些細なことで傷ついちゃうなというふうに思っても、それは弱さっていうか、繊細さなんだろうなっていうふうに解釈するのもありじゃないかなと思います。だから別にそれに対して自分がダメだなとかね、すぐ傷ついちゃってそういうところ嫌いだなっていうふうに避けようとすることは別になくて、そういうところがあると。そういう自分がいるというふうに考えればね、いいんじゃないかなと思います。あんまり強くなろうとすると、変な方向に行ってしまうので、どんと構えている。弱い部分もあるねっていうのを分かった上で構えてられるっていうのが、一番ね、いいんじゃないかなというふうに思います。
はい。ということで、本日のお話は、強くなっても弱さはなくならないというお話でした。では、今日も素敵な一日を。